や都会ですね。今日はこちらでございます。危ねえ足グリってなった。はい、これヒーローズ第3回ですね。こちらの方に我々あの人と来ております。そう、今回出店側なんでね、もう設営も完了して、今から各ブース紹介していこうと思います。よろしくお願いします。こんにちは。おい、近いな。イオネーション TV、 これしか使ってへんから4回しか押せんから。基本撮影はね NG みたいなんですけど、今回はね特別に許可をいただいて。じゃあ演者逆じゃん。え、いや僕はいつでもカメラマンですから。演者は逆かなと思ってるんですけど。いや、そんなことないです。本当ですか。このスタイルで。まこです。さあ会場ですね。そう、もう着々と皆さん準備をされておりますね。どこから行くんですか。どこから行こう。その準備のできてない中、クレイジーです。クレイジーさんです。お願いします。よろしくお願いします。また全然ですけど。はい、じゃあいつものやつ。いつものおすすめ。おすすめね。気中行きましょうか。お、気中、いきなり気中を。今回はあれですわ、現地へ採取しに行った人間がいたんで。え、安でいるやん。お、安で、はい、安でとか何を見せる。ちょっと休みます。とりあえず安で、これはもうワイルドで天然もんです。これもまあ1年、まあ、ほんま1回だけね、こちら知り合いが行ってくれるんで。裏からだとこんな感じ。まだちょっとこれから根付けとかしてないですけど、まだ安で、はい、安で姫呼ばなきゃいけないんじゃないの。ほんまに誰、ね、ですかそれ。アレクシャさん。あれアレクス。アマビコ。それ、その名前、その名前。アマミコやつで、黄色と黒のストライプがめちゃくちゃかっこいいよ。あ、そうそう、アマビコやつで、これ。アマビコやつで。で、あとが、あと、今日はもう、じゃあ、台湾、サソリモドキ行きましょうか。めちゃめちゃ臭いんで。飛ばされた本気で臭いんで、こいつは。はい、一応これもどきなんで、まあ、サソリではないんですけど、けど形はサソリっぽいってことなんですね。ね、見る人が見たらクモっぽいとかも、ね、言われてるやつですよ。三大気中のうちの一つです。でただこれ触ると本気でヤバい匂いするんで。ちょっとこいちゃん。ちゃうやってたけど、俺ここ飼育してたけど。あ、そうなんだ。そうそう、ここはちょっと触れみたいな感じで蓋開けとくよ。あれ触らない。全然触らない。触らない。ほんまに触らない。はい、触らないです。じゃあクレイジー終わりで。でもカブトガみたいですよね。あ、なるほど。飛虫じゃなくてやっぱりクワガタ、カブトムシ系が。カブトみたい。カブトやったらワイルドモンなんだけど、いいですか。いいんじゃないでしょうか。ワイルドおすすめなんで、ぜひぜひ。もうバッタバタグリグリグリってなってるもんね。首絞められちゃうぐらいグリグリってなっちゃった。これ中尾明かぐらいグリグリって。あ、もうこの時期はこれですよね、やっぱり。これ毎回ここのとこ、もうこれは多分どこのブースでも今日おすすめはって言ったらどれぐらいこれが勧められるのか。いや、もうこれ、これがシャンプー。あ、シャンプー、あ、シャンプーいいね。ほぼ現地でも取られへんとか言いながら、はい、結局あの発生時期がずれただけで、うん、この時期になってアフみたいに出てますわ今は。やっぱりこの時期はご本尊ですね。はい、もうまあまあこればっかりしてるから今日おすすめの答えはって言った時にご本尊のがどんだけ出てくるか、どんだけ出てくるか、カウントしていきましょ う。そう、次ですよ。次ですよ。次はこちら。じゃあ、ありがとうございます。突然カメラを回す。今日もでもクロリンクルさんと言ったらね、僕のおすすめは一つしかないんですよ。言ってたやつだね。これこれもうこれで紹介おしまり。もうこれで終わり。食べたい。食べたいでしょ。これ味噌菌美味しかった。あ、マジで食べた。食べた。味噌菌を景品に入れるとは。そうなんですよ。何でもクロリンクルさんの紹介おしまいでいいですか。おしまいでいいですか。早いな。嘘で。他にもいっぱい欲しいが要素おるんですけど。おすすめがあれば。
何かおすすめがあれば。おすすめですか。おすすめをね。もうド定番ですけど、美しいやつや、美しいやつや。これもちょっとライトの用意はしておきますね。あー、かわいい。全体が丸まる。わかるかな、これカーラじゃ伝わらんのかな。そうこれ切った方がいい。黒いわ。ダメだな。どうしようかな。わかる、みんなカメラ風。マジで赤いんだよね。全然見にくい。全然伝わらないんですか、これ。動画映えしないですか。これはあの実物見てのお立て。今よかった。来た。それが本当の色やから。そうこの感じ。こんだけ照らしてやっとカメラでは伝わるけど、実物やったらもっと赤い。赤い。赤い。そして大きい。本当にこれがサイズが81。おー、80超えてるんだ。目指せ90でお願いします。ありがとうございます。はい、はい、続いてはこれ。ごめんなさい、何と読むんですか。この花ブリーダーズ。この花ブリーダーズ様です。じゃあ、おすすめ今日のおすすめおすすめは、この辺のコムシかスマトラの100ぐらいかな。おお、スマトラ100。これ開けてもいいですか。この前の腕残りやけど。はい、いいな。おお、100超えるとすげえな、迫力が。ただちょっとあの、いや何も言ってないよ、ちょっとあのちょっとあのでなんとなくわかる。指入れてますね。すごいよ。すごいっすね。セルティニグランディスコフキで、ここはなデッドアイ。あ、グランディスコフキ見せてもらおう。それは大きい、40ぐらいかな。最近またちょっと値段上がってきとるけど、久々に登場。メインやからな。そう。うちのアイコン。うちのアイコン。みんなヘラクレスやと思ってるでしょ。そう。これなんですよ。うちのアイコン実は。マカさんの画力が足りてないっていう。そう、よく見るとね、ここがね、あの3つに分かれてるんですよ。あのアイコンも分かる、この先の。もっと50ぐらいになってたらもっとはっきり分かるけど、そうですよね、40ぐらいじゃ出えへんから。アイコンも実は分かれてるんですよ。あ、そうなの。マコさんの画力が足りてないだけ。そう、またこの辺は値段上がってくるんじゃん。今上がりだしてたから、ですね。ありがとうございます。ありがとう。意外と今のところ5本ずの来ないね。出ないね。ね、ここ行く。ここでちょっとやってみましょう。ここですね。ここですね。店主不在やけどいいか。店主不在。いつものやつお願いします。いつものやつ。もう多分でもないかもしれない。これって決めてるのがきっとあると思うから。これとレッドアイド。ほら、全然違った。これあんま出てない。多分他出してない。カナダのダブルエコア。パラレルスウォークアガタ。カナダらしい。カナダの場合。ちっちゃいやつ。ちっちゃい方がオスですか。よく顎が。本当だ。よく見れば顎がこっちがオス。小型ドルクスですね。最近流行りの。はい、これもうこれが通常なの。オスが小さいのが。いや、どうなのね。ワイルドで。あ、そうか。はい、入ってきたんで。多分アメリカ産が結構出回ってて、WF10 何本っていうのが出回ってて。あ、そうなんだ。で今カナダはダブルファンで出回ってるのがほとんどいない。とあともう一つ、これとこれっつってたのは、次はパラワンのレッドアイ。おで 104.5mm です。パラワン久しぶりに動画に出るかもしれない。実は104.5mm。 おお、いいね。じゃあトラ、いいレッドアイが見えへんかな。グッサン。グッサンで行く。グッサンで行こう。
物産で見づらいの指を入れていただいて、そうですね、ん指をちょっと指指聞こえへんかったわ遅れて反応無理ですレッドアイ、レッドアイなんで、レッドアイ分かるかな、多分分かるぐらいかな、裏裏こっちも分かる、あーあー、うん、本当だ、レッドアイだ、結構赤いですけどね、赤い赤い、うん、うん、伝わらないんですよ動画だと、ね、これの 104.5 なんで結構大きいと思います。もちろんメスも顎の強さはどうですか、顎の強さですか、顎の強さはほらこいちゃんやっぱり、じゃあ次行きましょう、次行きましょうか、ありがとうございます、はい、続きまして、続きましてはおはようございます、準備中なんですけど、はい、おすすめ生態を、おすすめ生態ですか、はい、今日は安い、何ミヤマ、おお、まあ、そろそろ時期ですね、見慣れたミヤマ、ミヤマイベントにこれからどんどん出てくるんじゃないですか、基本的に、基本的に、おお、立派立派、これはいいよ、これはアクベ、アクベが、アクベ、はい、赤みが全然伝わらないなんてことだ、かっこいいのに顎長いですねこれ、うん、先の方、これ何ミリ、これ9センチあります、9センチ超え、かっこいいな、かっこいいな、これはおすすめですね、うん、ぜひとも、今日はなんと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 1万円で、おお、ペア1万円、1万円でこれは来ましたね、今日だけです、はい、でももうこの動画が映る頃にはもう終わってない、イベント終わってるんです、イベント終わってますか、もしかしたらまた次のイベントとかで、うん、そうですね、これぐらいは多分楽になる、ユダイクス、ユダイクス、はい、王様ですからね、ユダイクス、ユダイクス、すーげー張り出しだな、うん、それ体の筋肉もそれぐらいまでついてもらわないと、そうだね、ちょっと今もうちょっとこうなればかっこいいですけどね、あ、横に、そう、横にこの顎はもっと張り出してくれると、うん、こういうふうに丸くなってくれば、それはもっとかっこいい、サイズが出るともうちょっとそっちの方が発達してくれる、うん、これダイクス何ミリですか、これも90センチ超えです、かっけー、かっこいい、はい、これはおすすめだ、これも1万2000円で、これも1万2000円、はい、もうこの動画が出る頃には終わってますけど、イベントこういうのが楽しみですからね、楽しみですからね、はい、特別価格的なイベントだけ、イベントだけで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、それからそれから、じゃあ続いてはちょっとドンに紹介してもらいましょうか進行してもらって、そんな急な無茶ぶりはダメ桑田でおなじみのね、そう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 、製品の店なんですけど、ここめちゃめちゃいいんだよね、これかっこいい、この黒ベースいいね、黒ベースめっちゃいい、これとか、うん、ギラファいいな、ねえ、かっこいいな、黒に黒はめちゃおしゃれだ、ありがとうトラコ、ありがとうこいちゃん、僕誕生日だったんですよ、あ、そうやったえ、見て、なんか紫ある、いいね、え、めっちゃかっこいい、これめっちゃ青に映るわ、これ、あ、ほんまや、でも紫なんよ、すげえ、めちゃくちゃいいじゃないですか、今の時期、言いました、これおすすめじゃないですか、おすすめじゃないですか、これはおすすめですよこれで、ね、でもまだ2匹目じゃない、2匹目だね、え、ちょっとギラファの中も見てみたい、それかっこいいねこれは全部紫だ、すごい、おさにいいね、これ渋いな、渋渋、うわ、いいわ、うわ、渋いな、いいね、いいね、黒ベースかっこいい、今まで俺が見てたのはこういう、うん、わかるわかる、のやつやったけど、うん、黒はいいわ、いいね、うん、渋いわ、好きな感じね、そう、他にもいろいろありますよ、これスマホケースね、ゲラケース、おすすめ、あ、おすすめおすすめ無理やり誰もおすすめとは言ってない、これもおすすめは買えるじゃない、あ、買えるね、買えるか、めっちゃ可愛いよ、うん、これめっちゃ良くない、これ可愛い、この辺とかも可愛いな、買える可愛いんだよな、こ
これも財布だ。財布だ。すっげえ面白い。であとねこういうペンダントトップとかね。あ、これマコさんこれ。そう。こんな感じのやつ買ってたかな。今日ないのかな。この前の桑田の時に。うん、あのセミの鳴き声がするやつがあって、これじゃないっすか。あ、これや、これ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 。クマゼミプッシュしていいんだ、うん、もう強めに言うあ、ないけど。そうで、これの日暮らしがさ、これどうやって止まるの。勝手に止まる。勝手に止まる。日暮らしってどれ。日暮らしはミンミン。これはこれが日暮らし。これめっちゃいい。長いとこ行きます。めっちゃいいわ。めっちゃよくないこれ。最終の山を思い出すんだけど。ほんまや。あ、いいな。いいでしょ。ちょっと欲しいかもしれない。これいいよね、マジで。羽パカやけど、うん、いいですね。あとはもうここっす。これ全部ぬいぐるみか。これ500円って言っただけめっちゃ安いやん。だって彼の500円って。ちょっと欲しい。これ開くでしょ。あ、ここか。オークワもあるよ。オークワも。オークワはいいや。オークワカブトムシはここ。カブトムシもいて。いいね。携帯スタンドワニ。何でもあるな。500円です。こんな感じでいろんなグッズも売ってると。もう準備してる、準備してる、準備してる、準備してる。脱皮する前に。あ、撮ってんの。撮ってる。準備段階から撮ってた。準備から撮ってた。カエル被る前から。レブバディさんです。レブバディさんです。レブバディのプレカーと申します。お願いします。 します。お久しぶりです。ご無沙汰しました。今日のおすすめを聞いてもよろしいですか。はい、そうですね、まあ、まずは秋といえば、まあ、どこもどこもね、あると思いますけど、まあ、ご本図の。ご本図の。そうですね、ご本図の。ですよね。ですね。まあ、まあ、それはこの時期は。そうですね。あとはそうですね。まあせっかくなんで、僕のブリードの。お、子供に大人気だし。そうですね。ギラファー。ギラファー。ジャワギラファー。かっこいい。あ、すごいいいっすね。ね。濃い。終始無言のやめてくれ。全部カットやで。全部カットされますよ。あのジャワギラファン、まあ、あのジャワギラファン。ジャワギラファン。あとはそうですね、これがね、スピノサス。ダンゴムシですね。あ、マジでスピノサス。スピノサス。トゲ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 。マジか。どれどれどれ。ここここここ。え、ライトつけてみ。あー、 裏側これ、うん、これがトゲトゲのダンゴムシ。背中なの。あ、背中なのこれ。スピノサスっていうトゲトゲのダンゴムシ。わかるこれ。ほんとだ。前ずっと欲しかったやつ。これ貴重なんですか。そうです。へー。一番小さいカップなんですけど、この中で一番高いです。へー。ダンゴムシのくせに。ダンゴムシのくせに尖ってやがるな。そうなんですよ。丸くないダンゴムシですね、うん、こんなちっちゃいんだよこれ、カップ。これペア。5匹ぐらい入ってました。え、5匹入ってる。2匹しか見つかないんだ。うん、下に潜っちゃったりしてる、うん、かもしれないですね。あの、一応5匹ぐらい入れてます。へー、すごいな。知らない世界。ゼロ1個数え間違えてた。いや、本当だ。そうだ、一番高いスポンだから今日も。ゼロ1個間違えてた。これ値段映しちゃっていいですか。あ、大丈夫。俺3500円やったら買おうと思って。違うかった。マジか。ご本全部買える。コバルトブルー基本的にちょっと見たい、この辺。おお、わあ、かっこいい。
かっこいいけどちょっとローズヘアタランチュラですね。触りたくないな。触れない。あ、触れないんだね。なんかこういうのってなんか飛ばしてくるみたいな。あ、そうですそうです。毛をね飛ばしてきたりとかしますね。へえ、かっこいいね。かっこいいけど怖いね。綺麗だね。そうですね、特にこのローズヘアはタランチュラの中でもあの綺麗な種類として有名ですね。かっこいいよね、サソリの造形は。ですね。マジやん、これサスコピオ。マジこれ。じゃあこれちょっと刺されてもらって。でも、アジフォレはミツバチぐらいの毒しかない。あ、そうなんだ。チクッとするぐらい。ハチぐらいの毒しかない。チクッと痒い、痛いなって。まあ、あの、無比 EX があったらちょっと治り早いかな。へぇー。反り上がってるのがまたいいよね。この形。ですね。ポーズ。絶対好きでしょ、クワガタ好きな人。好きですか。好きだよ、形は好き。形は好き、飼育はちょっといい。怖い。刺されるのは怖いよね。でも刺されるは意外と尻尾さえ掴んじゃえば。へー、ありがとうございます。いえいえ、今日よろしくお願いします。ヨネちゃん TV やるの？やらない。よかむらの森さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日のおすすめを。今日はね、うちもイベント初めて。こいつをん、あ、ディミティクルス原始ミヤマ。はい、小さいですね。なんかあの胸部がよ、なんか、あ、そう横線みたいなやつですよね。あの頭部と前胸が横で上肢が縦線です。へ、3D ポインターみたいなのを作ったみたいな感じ。すごい。え、これ絵とかじゃないですよね。これ現物です。え、でも写真しか撮らないですもんね。現物です。変わってんな、これはまた希少なやつが、ね、でも僕あれみたいです。姫を。あ、姫をね、はい、姫を目つけてたんだね。買わないですけど姫をがいると思う。ワイルドらしい。ワイルドめちゃめちゃ難しいですよね。最終がここにブリードモンプ。そう、下にそこにちょうどブリードモンプ。うちのお客さんが3頭しか取れなかった。うちのペア、たまたまペアだったんで。元気っすね。ちょっとすっきりしてるよね。ちょっとあの足長いからノズノコみたいな。そう、あの中国のダビディスみたいな。ダビディスコックはあのちょっと大きくした、ね、インペラトール。インペラトール。めちゃめちゃ綺麗じゃん。小さいですけどね。あ、施設がどんどんな。今売れてなかった。インペラ綺麗よな。めっちゃ綺麗。サイズがもっと出たいんやけどね。施設が飛んでるんでタダです。めちゃくちゃ言う。こいつやっぱあかんね、すぐ取れよね。大型でかいぞ。お、でかい。でかいわ。うわ、これはでかいわ。80。これはでかいぞ。GTA です。うお、すんげえ。やば、指これ。おお、ちょっと。この顎の長さよ。うわー、すげえ。すげえな。横からすごいわ。これはすごいですね。いいしね。特大ですね、これ。結構70の後半で、ポイントだけ多かった。80。やば。これはすごいわ。すごいのいた。いないって言ってたのに。すごいのいた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おかないでしょ。後ろに書いてありますよ。そうです、マイスターさんです。今日の主催ですね、はい、マイスターさん。そしてすごい、すごいぶわーっとハロウィン仕様な。本当だね。じゃあさーっと見せてもらってもいいですか。じゃあ、うん、すいません。じゃあ許可を得ましたので、さーっと行く途中にもういきなりメインみたいな感じですけどね。ウエストウッディ原名集ペアだからもう
これでね、うん、通常中3等セットとかだと偏る可能性あるけど、ペアだからもう確定してるから、ね、確定だからね、もうそれやったらお得よね、うんうん、これ知らないんだよね、バンダイエンシス、バンダイエンシス、はい、わかりません見えなかったすごい、チュチェンセスジとか安いんだよね、え、チュチェンセスジ2000円安いねえ、どう色もね、希少な幼虫が結構いるよ。すごい。ちょっと戻ったけど。そこ何？スキット。あ、これもペアだ。ペアだ。開けていいということなので。ありがとうございます。スキット。これを逃しちゃダメでしょ。ね、もう行こうとしてたけど。ね、確かに。ここセットで ねおすすめですよ。皆さんどうですか。もう終わっちゃってる、ね、終わっちゃってるけどな、ね、次回だね、すごいね、えザウテルワイルド、すごい、見せてもらおう、見せてもらいましょう、なかなか見れない個体いっぱいいるね、でかくないこれ、でかい、大型個体って書いてあった、天然物よ、うわうわすげえ、鹿はいいね、顎がね、鹿はいいわ、これ呼ぼう、もうここですげえ、もうなんか大満足したねえこれまだいっぱいあるけど、これ気になったやつを取ってこう、さちょっと待って、でもね、今メリディオとかのやつや、メリディオいいね、3000円、安い、うん、しかもちゃんとわりかし、あ、ね、うん、本当だ、メリディオナイス、小型パラはうちもブリード中です、こんなんとか見てみよう、あ、コンフキいるじゃん、コンフキ、本当だ、ええやん、14、ええやん、すげえね、ほんといろんな種類いるね、うん、オークはパラワン、コンフキギラバ、ミンダナオ、ユジイロ、スマトラ、ブランディス、こうノコギリが来て、ここですよ、大型のカブトゾーン、これ何年かかるんや、いやー、くわこれはやべえわ、ナスビだ、ナスビアクティオン、うん、おいわこれ、迫力がね、すごいわ、やばいな、わ伝わらんけどね、うん、この迫力、アメリカだとなかなかですけど、すペアなんだよ ね、あとはもう幼虫とガラガラですね、だね、でビークは打ってます、ビークは打てますね、最新で行こうと思ってるんで、いろんな人知り合いが乗ってるわ、そう確かうーんさんとか、ね、うーんさんとか、うーんさんとか乗ってるわ、スロップね、どれがいい、俺のおすすめはカエルちゃんかな、コケガエル、石川ガエル、それ宿くじゃない、ね、これすげえ、何これ分かんない、何これ、シモザメみたいなあ、誰やったっけシモさん、シモさん、元気かな、元気かな、元気かな激写、ナンブロムさんです、ナンブロムさんです、マンブロムさんです、こんなんでよ全部使うカットカットカットということで、もう並んでるんで、あと5分ぐらいで始まっちゃうんで、おすすめをさっと、さっと、今日のおすすめさっと、どこどこ、ハキリ、ハキリ、ハキリ、6000円、
そんなにサイズはでかくないけど、一応血統的にはスマトラハーキュリー血統。ハーキュリー血統。じゃあドラッグいつもの。お、なんだ指。いつもの指で。いつもの指をこいちゃんが。じゃあさあ、ってみましょう。もうかい。ちょっとこっちも一応極太。あ、極太なんですね。なんかマングローブらしからの虫がいっぱい出てくるんですよね。うん、そうや。離島のこのイメージ。離島平田とか離島のこのイメージだけど。ね、先島平田のみ。あ、離島さ。とからいるらしい。あ、とからの先島平田。もうシーズンがね。そう、あ、カメラ映ってる。ゆえへん、ゆえへん。ブリードが映ってる。あ、ブリードが映ってないらしいな。ゆえへん、ゆえへん。カットカット。カット。今さっき持ってる。ほんでね、これのね。これ、買ったやろな、もちろん。今のは使うね。今のは使おう。え、豚どこやったっけ。ここやね。こんな感じで今日はもう今回はもうあの金日7000円コース。なるほどなるほど。6000円5000円値段で分けて。あ、なるほどなるほど。あ、見やすい。これいいな。こんな感じでこれ分厚いやつ。あ、すごい。あの後であのヨネちゃん TV のも作れって言ってくれ。ヨネちゃんも作ってね。こっから探すのもまた楽しいもんね。そうよね。何がいるんだろうね。オッケーじゃないです。オッケーじゃないです。あ、こっちもありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい。ごめんなさい。映してください。あ、はい。国丸です。よろしくお願いします。しますあと、もうすぐ。数分で始まっちゃうから。始まっちゃうんで。もうなんか、これ見てくれって。最近始めたサービスを宣伝してもいいですか。この形で標本を貸し出すっていうサービス始めたんですけど、このライトアップのケース無料でお付けしてますので、月額2480円からやらせてもらってます。これです。ぜひお申し込みお待ちしております。ぜひぜひ。すいません、どこから飛べるんですか。え、どこから飛べるんですか、お申し込みは。インスタグラム見ていただければと思います。インスタグラム、はい、インスタグラムです。すいません、ありがとうございます。ここからね、入れるらしいからね。ピント合ってない。あ、そうこれでね。あ、うわ、嬉しい。スーツ着てもビシッと、ビシッと ね、モザイク入れたからね。無駄なしでお願いします。黒い目線を僕のいじりが。でもあの標本自体はすっごい綺麗なんで ね、これいいよな。ライトアップすごいかっこいいわ。これ上ライトなんだって、ね、ありがとうございます。お忙しいところを誰も答えへんってね。気にしないっていうすごい2人やけど大丈夫です。あと入れでお願いしますてな感じで、ありがとうございます。よろしくお願いします。ヨネちゃん TV のブースはね、まあ、こんな感じで。でもおすすめはね、おすすめはね、あのね、ご本尊なんですよ。今日なんかあんまり出へんかった ね、意外と出なかったね。あんまり出なかったんですけど、ヨネちゃん TV ブースのおすすめはご本尊なんですね。もう時期なんでね。そうですね。でも見てください、モザイク入れるんで、あのもうお客さん並んでるんで ね、もうそろそろ始まっちゃうんで前倒しでおく。あ、ごめん、あとこれ新しいやつね。新しい管理シート。これ昔の。でも昔って言っても今もあるんだけどね。昔の書きやすさはこっちだけど、昔のやつ。そうこっちはもう一個一個ね、これ剥がせるようになってる。剥がせるようになってるこれ。はい、あの量をパパパって書き出したようですね。一個でもういっぱい書けるから。うん、幼虫ね、50個取れても確かに3シートあればいいけど。やばい、始まる。 OK、 頑張りましょう。一番並んでいただいているお客様から順にお入りください。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。